続いてのセッションはアウモ株式会社ソフトウェアエンジニア天野健介による比較サイトの検索改善 SPA から SSR に変換です。はじめまして、アウム株式会社でサーバーエンジニアをしています天野と申します。本日はよろしくお願いします。はい、比較サイトの検索改善というタイトルで、SSR を導入した件の話をさせていただきます。はい、まずは自己紹介させていただきます。名前は天野圭介で、アウムではサーバーサイドエンジニアをしております。普段の業務では Ruby on Rails や Next.js を主に利用しております。経歴としましては、2013年にグリー株式会社のに新卒入社しまして、グリープラットフォーム部に所属しました。で、主にサーバーサイドの業務を担当しておりまして、2020年アウモ株式会社に出向、本日ご紹介させていただきます比較サイトと、ARM と呼ばれる CRM ツールの開発を主に担当しております。はい、ここでアンケートなんですけど、皆様 ARM をご存知でしょうか？お、アプリをダウンロードしているが一番、初めて聞いたとアプリをダウンロードしているが高い数字になっておりますね。実はこっち、あ、すいません、初めて聞いた方が多いですかね。実はこの質問なんですけども、去年のテックカンファレンスでも同様の質問をさせていただきまして、その際には初めて聞いた方が一番多かったんですが、今回も同じような感じですかね。はい、引き続き認知度を上げられるように努力してまいりたいと思います。はい、ではアウモのご紹介をさせていただければなと思います。2017年の3月よりウェブメディアとしてサービス提供を開始しました。で、2018年1月にはアプリの提供もスタートしました。で、リリース以降着実にユーザー数を伸ばし続け、現在では月間サービス利用者数1300万ユーザー、アプリダウンロード数が500万ダウンロードを誇る、国内最大級のお出かけ情報サービスへと成長しております。はい、で、アウモでは大きく3つのサービスを展開しておりまして、ウェブ系が2つ、アプリが1つとなっております。それぞれご紹介します。一番図の左に当たるんですけども、ウェブ記事、こちらは SEO に最適化された記事のコンテンツを制作提供しているサービスになります。ライターさんが執筆してくださった記事ページを元に、検索の上位を目指すサービスになっております。具体的に図にあるようなキーワードで1位を取った経歴がございます。続いてアプリ、位置情報や閲覧傾向を利用したリコメンドシステムによってユーザーごとに最適化されたトップタブの記事リストやプッシュ通知を提供しております。また写真投稿や DM をメインとした SNS 機能を提供しておりまして、ウェブ系のコンテンツ、左右のコンテンツとして、投稿写真を利用しております。で、3つ目、ウェブ施設、こちら記事に関連する施設情報を提供しているサービスになるんですけども、アプリから投稿した写真や口コミや、ウェブ記事で入稿した記事を元にコンテンツをリッチにして SEO の向上を狙っております。それぞれの技術スタックを簡単にご説明します。まずウェブ記事、ウェブ記事はアウモが最初に作ったサービスになっておりまして、 Ruby on Rails のモノリシックで構築されております。そのため記事、CMS、サポートツールを含んだ構成になっております。インフラは共通で AWS を基本にしていまして、ALB、オートスケーリング、ECS の構成で冗長化し、可用性を高めております。で、データ類に関しては RDB、RDS を
基本にしていて、応答速度向上などの目的で NoSQL も採用しています。記事の検索機能など検索において一部エラスティックサーチの導入もしております。続いてアップ、アップは API サーバーを Ruby on Rails で用意し、クライアント側を iOS、Android それぞれネイティブ言語を採用しております。アップではユーザーごとにトップタブの記事プッシュ通知を最適化しておりまして、当該機能において機械学習を用いております。 Amazon 政治メーカーを採用しております。で最後にウェブ施設、バックエンドとフロントエンドを分ける構成にしておりまして、マイクロサービス化を進めております。バックエンドは Ruby on Rails で GraphQL を API として採用しております。でフロントエンドに関しては Next.js を用いて Atomic Design のコンポーネント設計を行っております。その他については、先ほどご紹介したウェブ記事とインフラ周りの構成は同様となっております。はい、タイトルで登場した比較サイトなんですけど、比較サイトって何ぞやってことなんですが、今ご紹介したサービスのウェブ施設が、社内で比較サイトと呼ばれております。なので今回はここの比較サイトの、フロントエンドで運用している、Next.js における施策をご紹介します。比較サイトとは、繰り返しになるんですけども、施設情報を提供しているサービスになります。基本の施設情報、住所や電話番号などのお店の基本情報に加えて、ユーザーさんが投稿した、写真や口コミを加えることによってコンテンツがどんどん成長していくメディアになっております。で、比較サイトでは、図のようにホテル、グルメ、レジャー、チラシといった4つのジャンルを提供しておりまして、それぞれにエリア×カテゴリーで施設を検索する機能を、搭載しております。構成はこのようになっておりまして、フロントエンドに Next.js、 バックエンドに Rails を採用して、 Amazon ECS で Docker コンテナを採用、管理し、 EC2 でインスタンス立てて稼働しております。先ほどご紹介した4つのジャンルなんですけども、こちらは同一のインスタンスに搭載しておりまして、サブドメインで展開しております。当初の、フロントエンドの設計になるんですけども、 UX を優先して SPA という方法を採用しておりました。 SPA とは、シングルページアプリケーションの略称になっておりまして、単一のページでコンテンツの切り替えを行うアプリケーションのことで、ブラウザーによる遷移を行わないので、UX を大きく向上させることが可能になっております。図のようにクライアントからのリクエストに対してコンテンツ生成、 HTML、CSS、JS を生成してレスポンスとして返します。でその JS をブラウザで実行する、普通のウェブサービスと同じ手順なんですけど、一部違うのが、一つのページ内で、差分のあるコンテンツのみを2回目以降のリクエストではお問い合わせする、なので、必要な分だけ取るので、挙動が早い、切り替え自体は高速になるんですけど、初回の JS のコードが増えるため初回読み込みが遅いといったデメリットもあります。メリットデメリットをまとめるとこんな感じになります。初回のページ読み込みが遅いんですが、2回目以降サクサク動くといった特徴を持ったアプリケーションになります。はい、で先ほどの比較サイトなんですけども、ユーザーさんの投稿によってどんどんコンテンツが成長していくサービスになっておりまして、コンテンツの成長に伴ってこの初回読み込みの遅延が顕著に現れるようになってきました。特に、先ほど4ジャンルで展開している検索機能、こちらが遅いといったのが課題として挙げられました。具体的に当時の検索機能どんな課題を持っていたのか2つご紹介します。まず1つがコンテンツ表示までの速度、こちらなんですけども、検索機能は初回読み込みの際にページの共通要素、ヘッダー、フッター、トップ画像やサイドメニューといった読み込みが完了した後に非同期で、検索結果をリクエストする
手法を取っておりました。なので検索ページ、ユーザーさんが検索ページにアクセスするとローディング画面が流れてしばらくコンテンツが見れないといった状態になっておりました。SPA の初回読み込みの遅さも相まって、すべてのページ要素をレンダリングするまでに非常に時間がかかるといった問題を抱えておりました。で、2つ目、検索エンジン最適化 SEO 対策に関してです。先ほど、1つ目のコンテンツ表示までの速度に関連する課題ではあるんですけども、初回読み込み時にコンテンツが揃っていないので、Google が適切に評価できないといった問題がありました。また、先行してリリースされていた先ほどご紹介したウェブ記事なんですけど、こちらのサービス非常に SEO に強いサービスになっておりまして、そちらのノウハウを比較サイトにも共有してサービスを成長させたいといった、意図がありました。はい、これらの課題を解消するために今回 SPA から SSR、コンテンツを同期生成するように仕様変更した話になります。はい、SSR とは、サーバーサイドレンダリングの略称になりまして、ウェブページのレンダリングを先ほど SPA ではブラウザーで4番のところで行っていたと思うんですけども、ブラウザーの代わりに、サーバー上で行ってくれる画面の表示に有用なアプリケーションの機能になっております。クライアントからリクエストが入ると、サーバー側でコンテンツ生成で JS の実行レンダリングまでをやってくれます。でサーバーサイドは完全にレンダリングされたページをクライアントに返すので、ブラウザーはそれを表示するのみといったことになっております。先ほど同様メリットデメリットがこんな感じなんですけども、 JS を実行する都合上 Node.js のサーバー環境が必要となります。またサーバーの負荷が高い、 JS を実行するので負荷が高いといったデメリットありつつも、今回の課題に沿った画面の表示が早いといったメリットがございます。つまりSPA から SSR に仕様変更することによって、サーバー側でコンテンツが同期生成された状態でクライアントに返るため画面の表示が非常に早い、1つ目の課題を解消できて、初回読み込み時にコンテンツが揃っているので、Google に適切に評価していただける、2番目の対策にもなるといったことになります。はい、では、実際の仕様変更内容をご説明しようと思います。変更前の検索の処理なんですけども、ビューコンポーネント内の、マウンティッドと呼ばれるライフサイクルイベントで実行されておりました。マウンティッドでサーチメソッドを呼び出して検索パラメータを設置、ストアを経由で API リクエストを発行しておりました。しかも先ほどご紹介した4つのジャンルそれぞれに似たような処理があって、全然整備されてないような状態でした。マウンティッドとは、文字がたくさん書いてあるんですけど簡単にご説明します。 Next.js のライフサイクルになっておりまして、上から下に流れてくる、図になっております。でユーザーさんのリクエストがあると Next サーバーイニットでストアに事前にデータを格納で、ミドルウェアで、リダイレクト設定を行ってバリデートでパラメータやクエリをチェックします。でアシンクデータやフェッチでページがレンダリングされる前にデータを取得、それぞれ、フェッチは VueX、 アシンクデータはコンポーネントにデータを設定してくれます。でビューインスタンスの生成、ドムのレンダリングされた後に呼ばれるのが先ほどご紹介したマウンティッドになります。つまり検索処理の、検索結果を受け取る処理はドムがレンダリングされた後に発行されていたということになります。今回の SSR 導入の対応としましては、こちらのページレンダリング前に実行してくれるフェッチ処理の中で行うことに変更しました。これにより、ページがレンダリングされる前に全ての情報が揃っているので、ユーザーがアクセスした際には全てのコンテンツが揃った状態で見れるといった形になります。はい、具体的な仕様変更内容がこちらになっております。
先ほどビューのコンポーネント内の、マウンティッド時に実行していた処理をページコンポーネント内のフェッチの際に実行するように変更しました。また先ほど4ジャンルで共通部分がいっぱいあって整備されていなかったコードを一つの箇所にまとめるリファクタを行いました。具体的なリファクタとしては、プラグインを用意しまして、こちらに共通メソッドを置いて全てのジャンルからアクセスできる検索メソッドを用意いたしました。ビューコンポーネントからページコンポーネントに、移行する上で注意なのが、ブラウザ環境に帰属するオブジェクト、処理がクライアントからサーバーに移るので、ウィンドウやドキュメントといった、オブジェクトにアクセスできなくなるので注意が必要です。はい、で3つ目が検索ページへの遷移処理を修正。Nuxtで利用されている Nuxt リンクは、ページ遷移をクライアント側で実行してしまうので、今回サーバーレンダリング、サーバーサイドでレンダリングするためにブラウザをサーバー再読み込みしてサーバーへリクエストするように変更しました。はい、以上の項目を導入したことによって、もともとあった、比較サイトの改善項目、コンテンツの表示までの速度、検索エンジン最適化対策に関して、それぞれ、コンテンツ表示までの速度に関してはリクエストからコンテンツ表示まで約 55-62% の、速度改善をすることができました。また、検索エンジン最適化対策 SEO 対策に関しては、初回読み込み時に全てのコンテンツが生成されるような状態となるので、適切に評価してもらえるといった状態になりました。それぞれ、定量的な面では速度半減、定性的な面で全てのコンテンツを生成できるようになったというので、もともとの課題を改善できるような形となりました。はい、最後にこれらの学びなんですけども、もともと僕は、前のプロダクトで Vue.js 自体は触っていたんですけど、Aum に入社してから初めて SSR を導入することになって、Nuxt.js を触ることになったんですけども、 SSR の導入自体はそんなに難しい、ことではないっていうのがあって、Node.js のサーバー環境を準備して、 Nuxt ライフサイクルの動きを理解して、クライアントサーバーそれぞれで行われている処理をちゃんと把握して場合分けすれば導入は簡単なのかなといった印象です。で、同様の課題があるサービスに結構ページ単位でも導入ができるので有用なんじゃないかなと思っております。なので、もし Nuxt.js SPA で運用されていてこういった課題がある場合は、SSR の導入を検討してみてはいかがでしょう。はい、このような形で引き続きより良いサービスを作るために心がけていきますので、これからもAumをよろしくお願いいたします。以上となります。はい、天野さんありがとうございました。それでは、Ask the Speakerの会場の方にご移動をお願いいたします。天野さんに質問があるよという方、またセッション中に出てきたコメントに対する回答を聞きたいという方に関しましては、スライドの画面左上のところにあるメニューから Ask the Speakerの会場へご移動をお願いいたします。この後すぐ天野さん入られると思います。そして Ask the Speaker会場に入られましたら、画面右下にあるアウモ社のロゴ付近へご移動ください。ロゴの下にあるスピーカー情報の文字をクリックすると、誰がどの場所で Ask the Speaker を行うのか分かるようになっていますので、ご安心ください。また担当の方からコメントをいただいております。アウモブースでは、天野さんが所属するアウモ開発チームによるテックブログのご紹介をしております。ぜひこちらも覗きに来てくださいということです。